どうも皆さん、日本語で実況プレイをしているメディク人、鋼鉄スティールです。これは The Adventure Pals、 アドベンチャー相棒ですね。これはかわいいアドベンチャー RPG ですね。なんかプラットフォームゲームとか、サイドスクローリングも含まれてるしですね。実際にやればわかると思いますが、説明するよりですね。これは俺だね。俺のキャラクターでね。なぜアドベンチャー相棒っていう名前ついてるかっていうと、おはようバースデーボーイ。おはようお父さん。ほら、見せたいものある。こっち。そうだね。あとで、俺の相棒が一緒についていく。今、ついてないけど。よし。こうやって、これはプラットフォームのところでね。ちゃんとついてこいよ。よし。これはチュートリアルみたいなものでね。このゲームはね、今開発中で、今、キックスターターでやろうとしてるんですね。お、すごいね。さあ、今度、君の番だ。その剣で、この石を破っていこう。ほう。この石、よし、その調子で続けると、いつか強くなれる。この大冒険の地で、危ないことになれるかも。今のように、危ない。うわ、スライムがね、こんなやつに負けるもんか。ほっほっほっ、痛い。痛くないけど、痛そうだと。よし、よし。やった。よくやった。当たったこともあった。ちょっと怪我してるようだね。俺はヘルスのポーションを飲むから、君も飲んで。ワイキ、飲んだ。ワイキって言うが、ワインバナナ。面白いこと知ってるよ。爆弾使えば？マジでいいの？バックパックから選ぶ必要はあるんだけど、でも、母さんから内緒ね。こうやってですね。おう。このスターいける？いけるんだ。ちょっと待って。なんかの秘密あるのかな？いいね。秘密あった。それはなんかの通貨だね。なんかのお金みたいなものね。よし。ハッピーバースデー。すごい。ありがとう、お父さん。ケーキの中にプレゼントあるよ。そして、それ、エロいダンサーじゃないぞ。残念。来年かな？ダメ。さあ、その中に入ってるプレゼントを取れる方法は、一つだけ。爆発するの？このケーキ爆発するの？キリン！俺の相棒だね。親友だとか言った。やった俺のバックパックに。ちゃんと見張ってて。ちゃんと見張っててっていうか、仲良くして。さあ、なぜ、ここに連れてきた理由は、教えなきゃいけないことがある。さあ、ちゃんと聞いて。これはすごく大事で、すごくすごい。で、その伝えたいことはね、誕生日に。で、今伝えるところだから、すごく大事なものだから、友達の B さん。B さんだね、B。蜂蜜っていうか、蜂だね。どうも友人よ。探してたぞ。老人のみんなホットドッグにする。そして君は、次だ。ホットドッグ？そして、今、こいつ、ついてるんだけど、別に何もできないね。あれ見ろ、それは父さんの帽子だ。扱っていこう。うわ、これ回す？これ回す？うえ、ちょ、死んだ。死んだ。ああ、それ。ああ、温めて、何が起きた？ああ、無事でよかった。優しいキツネが助けてくれて、ここまで運んでくれたの。ああ、こんにちは。あ、それは、キツネ、こんにちはと言った。ああ、こんにちは。まあ、ありがたいけど、もう出ていいよ。いや、いいんだ。ここ気に入ったから。いや、マジで。出てもらおう。母さん。いや、こいつ母さんなの？こいつ母さん、おばあちゃんだと思って。母さん。あの男、B さん。父ちゃんを、さらったかな、なんか、ホットドッグにするとか言ってた。じゃあ、本当だね。B さんは悪いやつになった。でもなんで？昔に彼とお父さんはいい友達だったのにね。助けに行けなきゃ。俺、ただの子供だけど、母さんが言ってよ。したいけど、このライトハウスから出れない。これは、海賊から守ってくれる唯一のものだ。B さんは、ルービーが欲しがってる。ああ、父さん取り戻すようには、ルービーがいりますね。ほら、マップの、ロケーションでマップの場所をマークしといた。よし、行きましょう。あ、こいつと話そう。よーし、ちびすけ、俺らの音楽好き？あ、まあね、バンドのメンバー？当然だ、バンドだ。俺らは、フォア・フォックス・ア・エイクっていう。かっこいいね。だろう？よし。あ、母ちゃん。何待ってるの？早く出て。ああ、なるほどね。よーし。またローリング画面。あ、これが、ワールドマップだね。かっこいい乗り方。ふわー、あー、お、あ、できないね。こっちに入れば入れない。これ体験版だから、こっちに行くしかないかな。あ、これは本物の。あ、そして、なんか、あ、キリンの下が、なんかヘリコプターになって。すごいね。他のボタンは？あ、それバカなんだね。あ、まあ、なんとかなった。え？なんか鳥撃ってるの？リス殺してたくない。お、キリン！おー、いいね。これ、何のため？なんか、後でなんか、買えるのかな？カップケーキ。それ、あ、左上見ると、そのカップケーキがついてるよね。それは、もしかして、おっちょっなんかね、その下はね、もう一度押す必要ある。なんてこった。もう一度そのカップケーキをいきましょう。あ、これ経験値だね。レベルアップしたらどうなるだろう。HP が増加するわけ？よし。今度こそ、死なない。あ、そういえば、これがローカルコーアップですね。俺はもしかして友達いれば、友達と遊べるけど。おっ、ちょ、ふっ。リス、邪魔。おっ、おお、あ、リスちゃん、ごめんね、俺の邪魔に。我が輩よ。あ、出口、これ、そうだね、これアメリカでのサムネかな、絵かな、出口の方ついてる絵。あ、これね、あ、そうだね。これが、あ、なんだろう。もう一つのレベル、ステージ、やりましょう。そのカップケーキがなくなりましたね。でもそれ、何のため？あ、経験値が落ちた。うわ、俺も落ちた。よし。あー、下に、カップケーキ。カップケーキ。なんだこのスライム。なんかに、いて！いて、ほんまにいて！俺の HP が、ない。ない。HP ポーションない。はい。大丈夫かな？おっ、レベルアップしたい。できればレベルアップしたい。もう少しだね。あ、こいつ。おっと！また死んじゃったの。ああ、俺の経験値がそのまま残るんだけど。レベルアップ？あ、レベルアップ。うわああ、なんかキャッスルクラッシャーズと似てるよね。これは、あ、それ鳥じゃなかった。石だった。石まあこれは、ウェポンの力ね。武器の力で、あれ？俺の手は？俺手持ってる？俺手してる？これ HP で、これにしよう。よっしゃ。まあ、このレベルのエンディングに行きましょう。ふう、え、出口。よっしゃ、うえ、くる。あー、なんかこの、それぞれのエリアには、5つのステージありますね。いくつのステージが。5つじゃなくて、それ、全部5つかわからないけど、いくつ。あ、まあ、お、いいね。なんかのコンボでは、今日ここまでしておきますね。見ていただいてありがとうございました。これを続けて欲しかったら、ぜひ高い評価お願いいたします。そしてね、まあ、これが発売されたら、またやりましょうかな。いや、フルゲームを。お、また。では次へ。